はい、皆さんこんにちは、スイーツ大好きアクです。今回はくるみのキャラメリゼをやっていこうと思います。このくるみは人類最古の木の実と言われて、紀元前7000年前の縄文時代からも食べられたと言われてます。またくるみにはオメガ3脂肪酸や抗酸化物質を多く含んでいるため、スーパーフードとしても知られています。本来キャラメリゼはグラニュー糖でやるんですけれども、今回は黒糖を使ってやっていこうと思います。詳しい材料や道具は下の概要欄に貼ってますので、そちらをチェックしてください。では早速作っていきましょう。材料はこちら、くるみを香りがするまで炒めていきます。香りがしてきたら火を止めてバットに開けていきます。水と黒糖を加えて煮詰めていきます。液体にとろみがついてきたらくるみを加えていきます。全体に絡めていきます。少し炒めていくと黒糖が再結晶化していきます。再結晶化してきたらさらに炒めていきます。再結晶化するとこんな感じになります。全体にツヤが出てきたら火を止めてクッキングシートの上に開けていきます。熱いうちに広げていきます。
一つ一つバラバラになったらこのまま冷ましていきます。完成しました。今回のポイントはこちら。今回はくるみの砂糖衣とキャラメイゼの2種類を作ったんですけれども、苦みが嫌いな方は再結晶化したところで止めて砂糖衣の状態で食べるとしっかりと甘みを感じることができて美味しく召し上がれます。またキャラメイゼの方はある程度苦みがあるのでコーヒーや紅茶などのお供としては最適です。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。